はい、こんにちは。心の書道教室の犬とびです。今日のオープニングトークはお昼寝の話をしたいと思います。私は毎日20分から30分のお昼寝といいますか、気絶に近いようなものをやってるんですけども、あれは皆さんどうされてます？お昼寝とか習慣にしてる人もいると思うんですけども、アラームつけてます？それとも、自然に目が覚めるとか、人それぞれだと思うんですけども、私の場合はアラームはしてるんですけども、いつもですね、ほって鼻が鳴って、それで自分のいびきで起きてます。はい、それでは今日も漢字を書いていきたいと思います。よろしくお願いします。今日の漢字は作るという字です。作物の作ですね。漢字の成り立ちは、人と作りかけの家の形、人が家を作っている形から作るの意味になりました。今回も引き続き犬とび書道教室オンラインができるまでということで、その進捗状況です。昨日までは無料体験のモニターさんを集めようかというところまで話は進みました。で、実際お声かけを何名かにはしてて、まだまだね、ちょっと少ない状態なので、お返事を待ちつつ、こちらでの準備を進めていくという状況です。で、今日手をつけたのは、ホームページ作ろうかなと思ったんですよ。アメーバブログやってますけど、やっぱりあのブログじゃちょっとホームページどんなところ、教室がどんなところだよとかいうのはちょっと載せるのが、私は技術がないので難しいかなと思いまして、やっぱりここに行ったら教室の全容が見えるよといったね、しっかりとした、本当にお家みたいなところが欲しくて、それで今日の午前中から手をかけてるんですけども、前ですね、私ちょっとこのネットに興味を持った時に、ブログ始めようかという時に、若気の至りでワードプレスに手を出したんですよね。それで調子に乗っちゃって、ワードプレスのテーマのジン、有名なテーマですよね、有料のテーマ買ったんですけども、やっぱり挫折しまして、一度それでほっぽり出して、今アメーバブログをやってたんですよね。で、ホームページ作ろうかなと思った時に、やっぱりアメブロよりはワードプレスの方が、またね、消されて作り直すとかいう手間がないかなと思って、一応そこの母体のところはワードプレスでやろうかなと思ってやってたんですけどね、結構久しぶりというのもあって、懐かしいなと思いながら、やっぱめんどくさいなというのもあったんですけども、ジンを使うか、それとももともとあるこうホームページに特化したようなテーマを使うかと今比べて迷ってはいるんですけども、そんなデザインのことよりも、まずは先に何を載せるのかというのを、やっぱりね、きっちりした情報を整理しておくいい機会になりました。やっぱりね、こういうの作ってると、改めてもう個人でやっている経営者の皆様の凄さにね、思い知らされます。やっぱりこう努力と忍耐力がねある方たちばっかりなんだろうなと本当に思い知らされております。こんな壁を乗り越えたんですもんね。で、私も今めっちゃ不安なんですよ。ちゃんとできるのかな、モニターさん読んだはいいもの、ちゃんと対応できるのかなっていうの不安だし、あともう本当手当たり次第やってるので、この方向で合ってるのかなという不安、こういうね、こういう気持ちも共有できるのが、進捗状況報告のいいところではありますけども、どう転ぶか分かりませんけど、やってみます。で、私ブログばっかりずっと書いていたものですから、ホームページとか作ったことなくて、改めてこの人に分かりやすく見てもらう、見せるというのが、もうシンプルに難しいことだなというのが痛感してます。
これはね、もう分かりやすく短い言葉でホームページのように説明、を作るっていうのが本当本当難しいなと思って、今苦しい思いをしてるんですけども、このホームページ作成で入れていく内容を何しようかと思っていろいろ調べて、出てきたのがですね、ちょっと今からつらつらっと言っていきたいんですけども、サービスのコンセプトですよね。どんなサービスを目的、目標としているか、ですよね。で、あとはキャッチフレーズ、心の書道教室うんぬんかんぬんみたいな、あなたに響けみたいなですかね。ごめんなさい、ここね、キャッチフレーズまだ全然思いついてないんですけど。で、あとはどんな人のためのサービスか、ここも大切ですよね。そして、よくある授業内容、そしてお客様の声、これはモニターさんありきなので今ちょっとね掛け合ってはいるんですけども、これができたら一番いいなと思ってます、で次は料金の詳細ですね。お稽古代で、あと支払い方法、オンラインではこれがやっぱり必要になってきますよね。あとは営業日と教室情報、これはオフラインの生徒さんに向けた内容なので、載せるか載せないかはちょっと別にするかもしれないんですけども、まだここも何も考えてないです。あとはよくある質問、結構そのモニター募集するときにいろんな人にですね、これはどうなのって聞かれたことがあったので、それリストアップしてるのでそれを載せるといいかなと思って控えてます。あとはお問い合わせの欄かな、直接私にメールが来るようにするようなところを作った方がいいのかなとまでは思ってます。あとはもうなんかこう、もう全部 YouTube 見て、YouTuber の方が言われてるのをこういろいろ集めてきてやってはいるんですけども、もしもねこんな感じで自分の一人の力でオンラインの、教室のねホームページを作ろうとか思ってる人の参考になれば嬉しいかなと思って、今日はここまで配信しました。ホームページっておそらくですけど、こういう教室系お稽古系のホームページってあんまり作り直すことはないと思うんですよ。よっぽどその状況が変わったり、ね、お値段が変わったりしない限りで、あとそのまた私の場合別でブログをやってるので、日々の教室の動きとかはそっちの方に流れるようにすればいいのかなぐらい思ってはいるんですよね。だから私はほぼほぼここは触らない予定で作るつもりです。なのでこういうやり方もあるのかなとも思います。とりあえずまずジンでやってみて、ジンが気に入らなければまた違うテーマで作るとかやれるのかな、わかんないけど、とりあえず先には進みたいと思います。これが吉と出るか凶と出るか鬼が出るか蛇が出るかで頑張りたいと思います。これからもよろしくお願いします。今日はちょっと早いんですけども、ちょっともう目がしょぼしょぼしてるのでこれで終わりたいと思います。それでは今日の漢字は作るという字でした。ホームページ作成引き続き頑張ります。それではこの辺で犬飛びでした。